美人さんね。なんだか大人の色気が感じられます。この人はソルティリーナ・セルルト先輩、通称歩く戦術ソーラン、修験学院を首席で卒業された人だ。首席？すごい。さて何から話そうか。お兄ちゃんとこの方のご関係は？俺はリーナ先輩の身の回りの世話をするそば好き生徒だったんだ。ああ、キリトが何から何まで私の面倒を見てくれてな。その役目上、私について知らぬところは何一つないと言えよ。知らぬところは何一つない？イビシン。そうですね、俺は先輩の部屋の掃除だとかいろいろな世話をやっていました。ちょっと、なんで私たちにまで敬語になってるのよ。なんか焦ってる？焦ってなんかないぞ。ソルティリーナさん、キリト君が在学中いろいろご迷惑をおかけしました。迷惑などかけられたことはないぞ。まあ遅刻をした時は素振り100回の罰則を与えたがな。大事な稽古に遅刻か。なんだかあんたらしいわね。なんでだよ。こんなすごい人に厳しく鍛えてもらえてよかったね、キリト君。ああ、本当に先輩のそばつきになれてラッキー。あ、いや、幸運だったよ。別の意味でも幸運だったって思ってるんじゃないの？いや、そういうのはない。私も非常に幸運だったよ。キリトは私が卒業する際、私の好きな花を送ってくれたのだからな。その花は西帝国にしか咲かないものだというのに、思わず涙がこぼれたよ。憎い演出。私も多分それされたら泣いちゃいます。うわ、なんだかあんたらしいというか、やっぱりたらしというか。違う、そんなやましい意味はない。素晴らしい師弟愛ですね。アスナ、目が笑ってない。ソルテリーナさんは対策本部に入って一緒に戦ってくださるんですか？なあ、ベルクーリ様からキリトと組むように言われた。これからは皆の世話になると思う。ここにいる皆は危機に陥ったキリトを助けるため、リアルワールドなる土地から来た。そのようにキリトより伺っている。関わった歳月は皆より短いが、私もキリトを思う気持ちでは皆と同じ。どうか仲間として共に戦ってほしい。何かと至らないところもあるかとは思うが、よろしく頼む。こちらこそ、そんなすごい方に協力してもらえるなんて心強いですよ。本当に先輩が対策本部に来てくれて嬉しいです。先輩、これからどうかよろしくお願いします。そんな堅苦しくなる必要はない。これからお前とは先輩後輩という立場ではなくなるのだからな。つまり新しい関係ということになるな。先輩後輩などという壁はもはや存在しない。新しい関係？そうだ、私はお前と共に新しい関係を築くのを何よりも楽しみにしている。なんならリーナと呼び捨てにしてくれてもいいのだぞ。キリト君？先輩は先輩です。呼び捨てでなんて呼べませんよ。そうか、それは残念だ。だが呼び方などは関係がないからな。さらに深い絆を結んでいこう。キリト君、後でゆっくり話そうか。いや、アスナ、リーナ先輩とは何も。はあ、罪作りな男ね、キリト。安定のって感じ。キュッキュッ。
強敵。まったく、いつまでたっても懲りないわね。この不穏な空気、一体これからどうなるのだろう。ともかくよろしくお願いします、リーナ先輩。